こんにちは、サイです。今日はディズニーの夢の料理を作ってもらいます。こんにちは、シェフのゆいです。シェフの大輝です。この番組は夢の料理を絵で描いてもらい、シェフが料理で表現する番組です。そして本日の番組スポンサーはなんとディズニープラスです。ゆいさん、知ってますか？もちろん、ディズニープラスはですね、ディズニー公式の動画配信サービスなんですけれども、私小さい時からビデオでディズニー作品たくさん見てきたんですけど、まあ、今はこうスマホでパソコンで見られるということで、すごく愛用させていただいてます。ということで今日はディズニーが大好きなさえちゃんをゲストにお呼びしました。さえちゃん。はい。さえちゃんはディズニーの作品の中で何が一番好きですか？アナと雪の女王。お、アナ雪。私も大好き。それではアナ雪の世界に出てきそうなさえちゃんの夢の料理をさえちゃん描いてもらえますか？はい。かわいい。どうしよう。よろしくお願いします。出てきたよ。一応お城じゃないかな。あーうまいうまいうまい。エレサが街をバーって凍らしたところがちょっと怖かったけど心に残ってたから。あ、そっか、これ魔法でバーっと、だから雪の結晶があるのかな。 あるある。さえちゃんって何の食べ物が好き？バニラアイス。バニラアイス。レモン。レモン酸っぱくない？食べれる？うん。あ、すごいね。この緑色のアナのドレスは戴冠式のドレスだよね。うん。あのシーンはね、とっても私も大好き。さえちゃん、もし戴冠式に参加できたら何がしたいですか？エルサとアナとオラフで、踊りたい。踊りたい？一緒に。私の夢の料理、美味しく作ってください。一品目はオラフをモチーフにしたいと思ってます。でオラフはね、憧れの夏っていう歌があるんですけど、暖かいところに行くと雪だるまだから溶けちゃうんですよね。なので夏の要素を入れたトロピカルフルーツですね、ココナッツとかマンゴーとかパイナップルを入れたグラノーラを作りたいと思ってて、それをヨーグルトの上にパラパラっとかけたいと思います。で2品目はアナと、あとエルサもなんですけど、2人ともチョコレートが好きなんですね。なのでチョコレート味のパンケーキを作ろうと思ってます。でここに雪の結晶をお絵描きして仕上げたいと思います。戴冠式で食べるような少し大人っぽい2品のメニューにしようかなと思ってます。1品目はカペリーニを使ってこう氷のお城で出されるような冷製パスタを作りたいなと思います。2品目はビシソワーズでこう楕円のお皿に入れてあげて、でオラフをイメージした人参を添えてあげることによって、ちょっとアナ雪の世界を出せればなと思います。はい、頑張るぞ。頑張るぞ。うっす。じゃあ私はグラノーラを焼いていきます。これがオートミールですね。ここに全粒粉のこの粉を入れます。これでちょっと香ばしさをプラスっていう感じですね。甘み付けはメープルシロップ入れます。まずミシソワーズを作っていきます。じゃがいもの皮を剥いていきます。しっとりとしたら塩を一つまみ、この一さじがすごい甘さが引き立って、ちょっとエルサっぽく入れてみます。こういうポーズがある。ちょっと後ろが狭いからできない。これで150度のオーブンで30分。僕でもやっぱり101匹ワンちゃんが一番好きで、そう、うち今柴犬がいるんですけど、であそこから多分犬好きになったんだろうなって今思えば。わかる。わかりますよね。玉ねぎを炒めていきます。じゃがいも加えます。で水加えます。水250ぐらい。ドライフルーツも入れます。パイナップルとマンゴーで、これで混ぜたらトロピカルのグラノーラはもう完成です。私は両方ですね。最初英語で見て味幕で、その後日本語で見て、で交互に見るっていう感じですね。交互に見るんですか？交互に見ます。やっぱそれぞれの良さがあるし、なんかこの英語の歌詞をこういう日本語に変えたんだとか、そういうところを結構見てます。ここにさっきのグラノーラを乗せます。このパラソルを刺したらオラフのトロピカルグラノーラヨーグルトが完成です。火が通ったのでブレンダーにかけて細かくします。あ、
じゃあここにですね、牛乳と、あとさっきさえちゃんバニラアイスが好きって言ってたので、隠し味程度にバニラアイスをここに加えようと思います。絶対うまいです、絶対うまい。エリサとアナが大好きなチョコレート、まあ、今回はココアパウダーなんですけど、ココアパウダーを入れたパンケーキを作っていきます。あ、これもほら雪みたい。どうですか、どうですか。すごい綺麗ですね。したら生地ができたので、生地を少量この絞り袋に入れて、さえちゃんがイラストに描いてくれた雪の結晶をちょっと頑張ってお絵かきしてみたいと思います。冷蔵庫から出してきました。オラフの人参とハーブを乗せていきます。よっ、完成です。オラフをイメージしたピシソワーズです。お子さんに最初に見せたいディズニー作品。いやー難しいんだよな。一番小さい頃印象残ってるのはライオンキングなんですよ。うーん、虫食べようとか思わなかった。思いました。食べれんのかなみたいな。あ、美味しそうと思いました。だって喉越し爽やかとかって言うから、ダンゴムシとか見て、あ、音もいいんですよね、パキって時のね、うん、そう、なんかシャクシャクシャクみたいなカリフラワーを使って、ほらほら、ちょっと雪の結晶っぽくないですか。パスタのドレッシング、米油ですね。本当はあのパスタってエクストラバージンオイルとか使うんですけど、辛みが強かったりするので、今回さえちゃんのために米油を、この上から生地をかぶせて丸く焼きます。ここに材料を、イカ、ホタテ、トマト。ラペリーニって細いパスタなので、茹で時間もだいたい2分ぐらいで大丈夫です。僕最近あの子供が生まれて、でやっぱり大きくなるとね、やっぱ遊んで遊んでってなるじゃないですか。そういう時にね、スマホではいって渡して、結構ディズニー見るって今まで一個乗り越えて貴重な体験みたいな感じだったんですけど、遊園地行くみたいな感覚だったんですけど、うん、出かけた先でも見れるっていうのが、あ、確かに、ね、どこでも見れちゃいますもんね。あと私がよくやる楽しみ方は、もう映像はまあ見ないで、ずっとサウンドトラックかのようにセリフとかも聞くみたいな。あ、めっちゃいいですねそれ。そうそう、あ、いいな。でこれさっき冷やした具材ですね。すごい美しい線ですよね、この細くて。パスタのお皿、氷の国をイメージした透明な感じのお皿にしてみました。あ、めちゃくちゃいい感じに焼けてます。お、雪の結晶、アスタリスクみたいな。で最後、さえちゃんの絵にも黄色が散られたと思うんで、レモンの皮をかけていきます。さえちゃんがアナとエルサと一緒に戴冠式でご飯を食べているような気持ちになりますように。完成です。それは君が夢中になる魔法、家族が一つになる魔法、私の心も羽ばたく魔法、子育てに魔法をプラスしよう、ディズニープラス。まず今回さえちゃんの描いてくれた絵を見て、一番目に入ったのがこの黄色の使い方だったんですね。なのでレモンの皮を入れたりとか、黄色の色を散りばめるように頑張りました。あとスープですね、やっぱりオラフがすごい再現できたんじゃないかなと思ってるので、オラフでいけんじゃないかな。アナ雪の華やかな戴冠式で食べられるような料理をバッチリ再現できたと思うんで、さえちゃん気に入ってくれると信じてます。トロピカルグラノーラヨーグルト、さえちゃんが大好きなオラフの好きなものをたくさん詰め込んだということで、ディズニーの作品へのね、私の愛も一緒に感じてもらえるんじゃないかなって思ってます。でもう一品が、チョコレートパンケーキ、さえちゃんがこう描いたね雪の結晶をちょっと真似して頑張って私もお絵描きしてみたので、あ、私の絵がお料理になってるって気づいてもらって感激してもらえたらいいなって思ってます。本当にこの作品への愛っていうのは絶対負けてないと思うので、お料理で一口食べてもらってビビッと伝わったらいいなと思ってます。伝われ。すごい、なんかこれオラフに見える。おいしい。その酸っぱいもの何だろう。レモン。かぼちゃの味がする。10点満点中何点ですか。10点満点。
雪の結晶みたいなクッキー。ココナッツの味がする。おいしい。10点満点中何点ですか？10点。さやちゃん、どっちのお料理が美味しかったですか？最初に食べたパスタとスープのセットと、2回目に出てきたパンケーキとグラノーラのセット、教えてください。せーの。2回目。おー、パンケーキとグラノーラの方ですか？そのお料理はどっちが作ったと思いますか？お姉さん。お姉さん？あ、エルサ？エルサが作ったと思う？正解です。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。これいただけるんですか？やっと。ちょっとお家に飾ります。じゃあ、さやちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。